由利本荘です。都市の名前が綺麗なんで一回来たかったところなんですね。由利本荘ですよ。なんか自分が住んでるところの名前に由利とかねついてたらなんか良くないですか。なんか道の駅西目ってありましたね。西目西目って西目ってあのなんかありましたね。食べ物今ね、ここ右に行ったら鳥海高原っても書いてあったんですよ。なんかめっちゃ行ってみたいですね。とりあえず今回は日本海側をずっとひた走る、まあ、こう周りからねちゃんと覚えていかないとね、何でもそうですよ。外堀から埋めていかないと。ボーリングセンターの西目夢っ子ランド、入浴、宿泊、食事、宴会、お風呂も道の駅の横にあるんだね。あ、それにしても鳥海山綺麗だな。名残惜しいな。あんな綺麗な山初めて見、初めてじゃないけど富士山もいいけど、いや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 、鳥海山いいっすよ。北の方角から見たらねまた綺麗。自分ばっかり見てますが、いやいいっすね。今秋田県です。秋田県のここにいますね。でこっから今からここら辺が秋田市で、ずっと北上して男鹿半島、そしてなまはげのモニュメントみたいなのがあると、あとここに弥生があるんですよ。弥生に入ろうかなと思って入れたらで登って青森に行きたいと思ってるけど、もうちょっと時間かかるかな。秋田は見えます、あの鳥海山めっちゃ綺麗でしょ。富士山の頭の部分がちょっとね2つあるみたいな感じ。稜線が綺麗ね。富士山も綺麗だけど左右対称じゃない分また綺麗さがあるし、谷の溝の雪の積もり方が白黒のパンダとまでは言わないけど富士山の模様とまた違う。いやーズームレンズあったらな、申し訳ない皆さん。いやですね、お話はしてないんですけど、お隣さん鹿児島ナンバーです。なかなかやるなって感じでということで道の駅西名からのレポートでした。バックミラーに映る鳥海山が名残惜しい。なんか今回の旅で初めてなんか渋滞に、この秋田で渋滞にはまってしまいました。あのね、さすがに由利市、由利市、由利本荘市だけだって至る所に由利って書いてあるんですよ。至る所に看板にも由利とか地名にも由利とか信号機にも由利とか書いてあるんで、やっぱ綺麗ですよね由利って。由利市っていう響きがいいよね。ゆり大学とかさあるんですよ。ドライブスルー洗車300円。寒いとこの洗車機って雪が降るとこか知らんけど、洗車機がねバカ丁寧なんですよ。ここなんていうとこだ、覚えとかなきゃね。エネオスのどこだろう、ゆり本荘の7号線沿いにある洗車で、洗車ドライブスルー洗車300円って書いてあるところです。エネオス本庄石垣 SS。 あ、何も渋滞してないもん。何だったんだ。熊の足跡じゃないですか。熊の足跡。何の足跡だ。熊、何だ。鹿。鹿。お風呂もあるし、でも今日はあとちょっと
と進み取っておきたいので、サンセットロードを進むことにしましょう。夕焼けを見ながら走りたい。皆さんこんばんは。見て分かられてると思うけど、左から秋田小町無洗米、真ん中が秋田小町玄米、右側が秋田小町発芽玄米ということですね。さっきスーパーに行ったんですけど、つい衝動買いでね、秋田小町を買ってしまいました。本当は普通の秋田小町が欲しかったんですけど、まあちょっと旅の途中ということで無洗米でしか食べない。ああ、これ無洗米、あ、書いてあるね、無洗米。OKOKOK。 2日前にね、山形県の栄市で、こういう生え抜きっていう、もうこれも衝動買い、衝動買いじゃないですけど、あ、これはベロリンですね。ペロリンちゃんに負けて買っちゃったっていうやつなんですけど、まあけど買ってね、全然後悔はないんですよ。なぜならば僕の今回の旅の目的の一つの中に、秋田に秋田美人は本当にいるのかと確認しに行く旅ということですね。これはもう完結しました。秋田ってね、本当に秋田美人っていう、みんなラッピングに包まれてね、もうそれだけでもう全ての人が美人っていうこと間違いないなということが分かりました。もう一つが秋田で秋田小町を食べるということだったんですけどね、これさっきね、このお米買ったスーパーでね、あの惣菜のカレー買ったんですよ。そしたらその惣菜のカレーに使ってあったのがね、秋田小町を使ったって。でも食べてすぐ分かりますよね、秋田小町はね、粒がちっちゃいから。ああ、もうこれでも僕の今回の旅はもう完結してしまって、もう何もすることがないっていうので、これからね、本当にどうしようか、何しようかってちょっと考えてます。まあちょっと青森に行きたいっていうのは、ね、どっちみち青森の津軽半島に行こうとは思うんですけれども、まあそうなると思います。それですね、今どこにいるかというと、ここはね、青森県のもう本当中心部に近いところに道の駅があるんですよ。でこんなところにいますね。はい、ちょっと電気消しますね。はい、港にこれフェリー乗り場だと思うんですけど、秋田港だと思うんですけど、タワーがあるんです。そのタワーの下の場所で車中泊でございます。今日はね、この動画で本当に締めようと思います。さっきカレーも食ってきたんでね、お腹もいっぱいになっててね。そうそう、秋田美人が一番多いのは大館っていうところと門立っていうところに多いらしいです。藤彩子さんと佐々木めぐみさんの出身地らしくて、そこに美人が多いらしいですけど、今回はね、もうそこまでは行きません。まあ次回機会があったらね、本当の正真正銘の秋田美人がたくさんいる街っていうのをね、確認する機会があったらいいかと思います。それでは皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思われた方は、いいねボタン、もうちょっと、まあ仕方ねえな、応援してやるよっていう方は、チャンネル登録をしていただければ幸いでございます。まあ弱小チャンネルでございますのでね、まあ本当知り合いしか見てないかもしれないけど、まあ今後とも引き続きよろしくお願いいたします。ということでございます。では本日はこれで失礼いたします。はい、おやすみなさい。